そのだけはレース展望です。この時間は6月22日木曜日の展望を行います。解説はサンケイスポーツ門田光雄さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週も3日間開催、水曜日からスタート、水木サマー競馬、そして金曜日ナイター競馬という3日間です。その初日水曜日が終わったところです。まあ、今日比較的前に行った馬が、ね、よく頑張ってましたかね。そうですね、うん、まあ、途中ね、パラッと来たんですけど、はい、まあ、大体傾向はそんな感じでしたよね。そうですね、はい、まあ、なんとかお天気も持ってはくれたんですが、明日がちょっと一日雨の予報でね。そうなんですよね、まあ、どう変わるかですよね、うん。その大 FC スプリント重賞レースもありますんで、あまり馬場悪くなってほしくないんですけれども、ね、どんなレースになるでしょうか。では明日の展望参りましょう。明日全部で12レースです。メインレースは重賞レース 820m 園田 FC スプリント、そして10レース B2 の1組戦、この2つを展望してまいります。まずは11レースです。地方競馬スーパースプリントシリーズの一戦として行われます園田 FC スプリントスーパースプリント戦 820m 12頭、今年は高知から3頭が遠征をしてきます。印はこう入りました。はい、まずは8番のメイプルグレイト地元兵庫ということで、前走は前哨戦58キロ背負って、まあ、さすがの末脚2着まで来ましたね。そうですよね、しかもね、勝った馬が49キロの馬がね逃げ切って、はい、まあね、あれ3、4着に52キロ54キロの馬がね、うん、3、4着に入ったんですけど、はい、まあね、それで、まあ、しかもね、その馬たちもそこそこの位置にねつけてたんですけれどもね、まあ、それ考えるとやっぱりね58期背負って、うん、しかもねかなり外をね回る展開で2着に突っ込んできた前走内容はね、うん、まあね、文句なしに強いと思いますし、はい、まあね、これこのレースのね一番強い強い競馬をねした馬をね素直に評価しようかなと思いました。で、まあね、追えばね追うほど伸びるタイプですから、はい、まあね、吉村騎手にね合った馬だと思いますし、まあね、昨年のねあの11番外枠よりねいい枠、今回はねちょっと内になっていい枠引いたと思うんでね、はい、まあね、あの最近のレース見る限りね、そんなに出遅れる心配ないんで、まあ、昨年みたいなねつまずくようなことはないと思うんで、はい、それさえなければね今年は県内に届くんじゃないかなと思っています。まあ、去年は出遅れて7着という、ね、結果でしたけど、はい、今年はスタートを決めるんじゃないかというところ、メイプルグレイとまずは本命です。で、対抗評価が高知の4番ダノンジャスティス、このレースは過去2年3着2着と来てるんですよね。そうですね、この馬もね、まあ、相性がねすごく良くてね、しかもねあのチャレンジカップもねこの馬勝ってるんでね、はい、まあ、距離もそうですしコース相性もねいいのかもしれませんよね、うん。まあ、ともかくね、まあ、前走を見る限りね、うん、点のスピードは健在でしたしね、はい、まあね、あの恒例までのね過去の実績から言ってもね、まあ、今年もいい勝負になりそうですよね、はい。去年の秋のチャレンジカップ、あの時はかなり前がね残る馬場でありましたけれども ね、はい、まあ、それを味方にスイスイ逃げ切って、まあ、そこから勝利遠ざかっているんですけどもね。そうですね、まあ、ね、コーチのそうですね、ダノンジャスティス、うん、そんな感じでね毎年走ってるんでね、はい、はい、やっぱりね相性っていうか、それはね、やっぱり形式持つだと思います。はい、そんなの馬場合ってるなという感じの、ダノンジャスティスです。それから5番のスマートメイス地元兵庫、こちら黒三角評価、まさに単穴というそんな評価ですか。そうですね、はい、まあね、去年も、まあ、実はねこれあの注目してたんですけれども、はい、まあ、去年ね出遅れながらもね、うん、見せ場十分の4着でしたし、はい、まあ、前走もねまたちょっと出遅れてしまったんですけれども、まあ、直線でね一旦2着に浮上するなどね、まあ、見せ場十分の内容だったと思います。はい、まあ、この馬もね実際あのもともとスタートはね上手な方だと思うんで、まあ、これねあの820適正あのあると思ってるんで、うん、まあ、5部にね出れば面白い存在じゃないかなと思っています。はい、スタート決まれば4連着だった前、昨年以上というね、はい、期待ということですね。それから3番メイプルシスター、こちらがこの短い距離4連勝、まあ、前走は山本弥騎手49キロでねスイスイ逃げ切りましたけれども、まあね、前走ね、まあ、49キロがね効いたのはまあ間違いないと思うんですけれども、はい、まあ、その前もね、まあ、B 級とはいえね普通の筋量でね、まあ、結果を出してますからね、はい、まあ、ワンタン戦にねワンタン戦に適性がねあるのはまあ間違いないところですし、うん、まあ、2番手からでもね問題ないんですけれども、まあ、今回ね内枠引いたんでね、まあ、被せられる展開になった時に、まあ、どうなのかなっていうちょっと心配はあるんですけれども、まあね、あの鼻切ればね、まあ、しぶとい馬なんで、まあ、これもねあの注意が必要だと思います。はい、まあ、前走はルーキーの山本弥騎手、まだ重賞乗れませんのでね、はい、今回長いジョッキー初コンビということになります。はい、そして3連覇を狙う高知の11番ダノングッド、まあ、11歳で5ヶ月ぶりというところ、抑え評価ですか。そうですね、まあ、ね実績ならまあこれ
になるんでしょうけどね、はい、やっぱり過去にね構想した時に比べるとね明らかにねやっぱりローテーションがちょっと違うんでね、さすがにねノーマークにはちょっとできなかったんですけれども、まあ、今回に関してはね、まあ、年齢もありますしね、まあ、自力でどこまでやれるかといったところだと思います。はい、まあ、園田の馬場はこの馬2勝2着3回パーフェクト連帯中なんですけども ね、 そうですね、はい、いかんせん休み明けで、まあ、高齢馬というところでね、はい、そのあたりがどうかということで5番手です。これレース展開としては何が逃げると見ますか。まあね、メイプルシスターも早いと思うんですけど、はい、このうちのねジョーノロっていう馬も結構早そうなんですよね。そうですよね。でまあね佐藤とかここら辺もね結構早いんでね、一番名称佐藤は、うん、はい、ここら辺がダノンとかもね、ダノングッドもね実際あの万全ならね早いと思うんで ね、なかなか何がいくかっていうのは難しいと思うんですけれども、まあ、一応メイプルシスターがねあのスタートうまいんでね、はい、これができれば行ききりたいと思うんでかぶせられたくないんで、まあ、これが多分行くと思うんですけど、なかなかねあのすんなりっていうか決着はつかないと思うんですよね、まあ、3頭並びながら参考に入るようなイメージありますからね、はいはい、まあ、それでねあの前もね結構厳しいんじゃないかなっていうのも込みで、まあ、メイプルグレートを、ね、本命にしたっていうのもあるんですよね、はい、さあでフォーカス見ておきましょう。ここ馬単勝負8番のメイプルグレイト、まあ、2着には来るだろうという、はい、そういう馬券ですね。馬単8点勝負ということです。明日もサマー競馬です。メインレース発走は5時55分です。では残りの時間は10レースの展望です。4歳以上 B2 1組の1400m12 頭印こう入りました。本命9番クリノカイザーということです。前走2着でした、はい、まあね、ある程度前走あの取りに行ったね1取りに行った2走前と違って、まあ、前走出たなりでね中段追走したんですけれども、まあ、安城のね仕掛けにスッと反応しましたしねいい感じでねあの走れたと思います、はい、ちょっとね相手がね前走強かったんですけれども、まあ、3着以下はねあのきっちりあの完封しましたし、うん、まあねこの馬が中心でいいんじゃないかなと思います。はい、対抗評価は4番ブレイブウィザードということで移籍してから3着5着と来ています。今回また専用に距離戻しますね。そうですね、まあ、前走ね距離が範囲っていうよりも、はい、まあ、ちょっとねあのスローの用意どんであのちょうどポケットのところにはまって、まあ、瞬発力の差が出てしまったんじゃないかなと思ってるんですよね、はい、まあ、現状ねあのスローでの中距離よりはあのある程度流れる専用の方がいいんじゃないかなと思いまして、はい、まあ、2走前ぐらいはね走れるんじゃないかなと思っています。はい、黒三角が11番のエーシングラス、こちら4着が続いています、はい、まあ、これね、まあ、前走も4着だったんですけど、まあ、ちょっとねそこそこの位置につけて運んで前走競馬したんですけどちょっとね今までよりしまいが甘くなってしまったんですよね、まあ、現状考えるとねしまいであの足を溜めてタイミングよく動くのがいいかなと思うんで、まあ、その形になれば、はい、まあ、見直していいのかなと思います。走破時計は前走悪くないですもんね。そうですね、はい、ちょっとねこれまでの同じような着差なんですけれども、うん、内容があんまりねちょっと物足りないかなって個人的に思ったんで、はい、うん、でそれから2番コスモツカサ4番手評価です。そうですね、これまあ3走前に言及でね2着に来てるんでね、はい、まあ、力自体は十分足りると思うんですけれどもちょっとね上に上がってから一応ね取れなくなってるんですよね、はい、ちょっとそこがね気になりまして、まあ、ただね姉妹は確実なんで、まあ、展開のね助けがあれば前走以上に走れてもいいのかなとは思っています、はい、で最後12番ミラクルベルン5番手評価、今回高級2走目叩き2走目ということになりますね。そうですね、これあのまあね、あの前走ねちょっと大きく負けてしまったんですけれども、まあね、タイプ的に行き切ってこその馬だと思ってますし、はい、まあね、このうちにね白山玉手箱っていう馬、これもね結構見てたら速い馬なんで、まあ、これとの花争いになると思うんですけれども、はい、まあ、行き切ればね、うんうん、残り目があってもね十分いいんじゃないかなと。2走目で息も持ちそうですしね、はいはい、今回畑中ジョッキーがね、ここそうですね、以前にね乗ったことがあるので ね、その辺は多分心配ないとは思うんですけれどもね、はい、過去4度もね騎乗経験があるというこのミラクルベルンとのコンビです、はい、さあそれではフォーカス見ておきましょう。あ、ここは3連単2頭軸マルチということで、9番のクリノカイザー、4番ブレイブウィザード、この本命対抗2頭の軸で勝負ということで、3連単18点買いです。10、はい、レーススタートは5時20分です。ここまで解説はサンケイスポーツ門田光雄さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。園田競馬、今後ご覧の日程での開催続いていきます。引き続きお楽しみください。